時が経つにつれてこの法則性って崩れます、必ず。はい、相場の法則性って必ず変化していくので、時間とともに変化していくので、MA とかボリンジャーバンドとか、まあ、オシレーター系を使う時に大事なのが、時間足を見極めるってことが必要です。はい、皆さんこんにちは、シークサール投資チャンネルへようこそ、ユカティンです。前回に引き続き今日も倉本さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。ショートトレーダーの倉本知明です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。前回はですね、水平線とフィボナッチリトレースメントの基礎から独自の分析方法とトレード手法について、投資歴10年の専業トレーダーである倉本さんに詳しく教えていただきました。今回はトレンドラインとチャンネルラインについて教えていただきたいと思います。その内容ってどんなものでしょうか？はい、はい、まあ、今回の内容としては、はい、こちらに目次を、書かせていただきましたので、はいはい、こちらの形になっております。まずトレンドラインで勝率を上げるためには、で、チャンネルラインでライン分析の精度を上げる方法、うん、そしてフィボナッチチャンネルでさらに精度を上げる方法で、チャンネルラインのブレイク魂を見極める方法、チャンネルラインでトレンドフォローを狙う方法、チャンネルラインで逆張りを狙う方法、チャンネルラインでトレンド転換を狙う方法、はい、という形で、レクチャーしていきたいと思います。うんうん、はい、で、まあ、トレンドラインって結構初心者の方から、はい、まあ、プロの方まで使われてると、思うんですけれども、はい、まあ、非常にこう魂が多かったりとか、はい、難易度が高いんです。そうですね、まあ、前回は、まあ、水平線の話を中心にさせていただいて、水平線はかなり、引きやすいと分かりやすい、ので、まあ、誰でも、まあ、すぐに引けるようになると思うんですけど、トレンドラインってかなり、まあ、難しいので、まあ、それを、まあ、初心者の方から、まあ、プロの方まで、まあ、しっかりと基礎から応用まで、今回教えていきたいと思います。はい、ということでよろしくお願いします。よろしくお願いします。では簡単に講師の自己紹介をさせていただきたいと思います。まずはユカティンです。日本テクニカル協会認定テクニカルアナリストで FX は2019年から開始しました。よろしくお願いいたします。そして倉本さんです。はい、改めまして初動トレーダー倉本知明と申します。まあ、2012年の12月頃から FX トレードを開始しまして、はい、まあ、10年ですね、丸10年トレードをしてきました。はい、まあ、最初はトレンドフォローから入って、まあ、スキャルピングとかデイトレとか、はい、うんうん、まあ、スイングとかもやってきて、うん、で最近は逆張りとかも、まあ、逆張りの方が最近多くなってきて、はい、っていう感じで逆張りも順張りも両方やりながら、毎日トレードして、で、まあ、それで食べていってるみたいな、うんうんうん、まあ、そういう感じのプロトレーダー、まあ、専業トレーダーでございます。はい、はい、では早速本編に入っていきたいと思います。はい、いきましょう。はい、トレンドラインの基本的な使い方ということで、基礎的なところですね。はい、お願いします。はい、まずは、まあ、初心者の方でも、はい、まあ、そもそもトレンドライン何のために使ってるのかっていうところから、うん、そういうところから、まあ、おさらいしながら、進めていきたいと思います。はい、で、まあ、基本的な使い方としては、まあ、トレンドラインで相場の流れトレンドを、視覚的に見やすくするためにトレンドライン引くと、はい、で、まあ、もしくは、まあ、三角持ち合いとか、うん、まあ、まあ、チャートの形状とか、うんうん、チャートパターンとかを認識するときに、使ったりするっていうのが、まあ、トレンドラインで、ございますということですね。はい、うんうん、で次いきましょう。はい、トレンドラインには欠点がある。そうですね、まあ、はい、トレンドライン、まあ、使えるようになると非常に便利なんですけど、欠点がありますということで、うん、まあ、ここが、初心者さんがつまずきやすいポイントになってくるので、うん、はい、で、まあ、この資料の通り、トレンドラインを引くポイントが難しいということがまず1点ですね。で、騙しが多い。で、そうですね、うん、横ばいの動きになると全く使えなくなる。あ、確かに、まあ、そういう欠点があります。はい、で、これに関してはまあちょっとチャートを使って、うん、はい、まあ、これ何を言ってるのかっていう解説していきます、ね。はい、では、まあ、チャート、実際のチャートを使って、まあ、何を言ってるのかっていう話を、はい、詳しく見ていきましょう。はい、まず、引くポイントが難しいっていうところがまず、うんうん、まず初心者がつまずくポイントだと思いますね。はい、はい、まあ、こういった分かりやすい相場であれば、まあ、こうやって、うん、まあ、トレンドラインを引いて、まあ、ここが、まあ、こういう感じで上昇だなっていうふうに、うんうんうん、まあ、引いて認識するっていうことができると思うんですけど、はい、はい、でもう一つ安値がありますよと、はい、まあ、こういったところとか、はい、じゃあこっちに引くべきなんじゃないのかと、まあ、こういった引き方も間違いではないので、確かにそこからトレンドが、はい、今の時間足で見ると発生しているので、まあ、そこから引く人もいれば
そうなんですよね、もう直近で引く人もいればっていうところですよね。そうなんですよ。でどこの安値を見るか、うん、どこからどこの安値に引くかによって角度が違ってしまうっていうこと、うん、はい、2つのトレンドラインが発生してしまって、うん、どっちを見るべきなのか確かにっていうのが分からなくなってしまったりとか、うんうん、はい、っていうこともありますし、これだったらまだ分かりやすいんですけど、まあ、こっち高値とかに引くときですね、こうやって引いたりするわけですけど、うんうん、ここの高値に合わせるとか、それともここの高値に合わせてこう引くのか、うんうんうん、これによってやっぱり認識が変わってくるわけですね。そうですね。でここにも、高値がありますので、うん、こっちに合わせるのかとか、こういう形でですね、初心者迷ってしまうと。そうですね。なので引くポイントが難しいです、うんうん、はい、なおかつ騙しが多いっていう、欠点があります、はい、まあ、騙しって何なのか、だいたいトレンドラインを使うときっていうのは、まず、まあ、トレンドを、まあ、こういった上昇トレンドを認識するときに使うわけですけれども、はい、まあ、こうやってトレンドが発生してますよ、なのでこの後下がってきた場合、このトレンドラインでぶつかって反発して再上昇するかもみたいな、はいはいはい、まあ、こういう認識で使っていくわけなんですけど、はい、まあ、こうやって反発しましたと、まあ、ここを反発で買いで狙っていく、うんうん、もしくはこう抜けた後ですね、トレンドライン下に抜けた後、はい、ここを、まあ、トレンド転換と考えて売りで狙っていく、うんうんうん、はい、まあ、こういう、まあ、2つの方法が大きく分けてあるかな、はい、っていうところなんですけど、はい、で騙しが多いのはこう反発したと見せかけて下落して負けちゃうとか、うんうんうん、買いで狙ったんだけど負けちゃうというパターンもありますし、はい、で抜けた、じゃあトレンド転換だなということで売るんだけど再度上昇していっちゃ う、っていう騙し、よくあります、はい、まあ、こういった騙しが結構あるんですね、はいはい、でまあ、この騙しっていうものを、はい、まあ、回避する方法っていうのも、はい、あの今回、用意してきましたので、はい、まあ、それも、後ほど解説させていただきます、はい、まあ、とりあえずまあこういう欠点があるので、うん、トレンドラインっていうのは初心者にとっては難しいですよねっていう話でございます、うん、はい、で、まあ、横ばいになると全く使えなくなるっていう、うんうんうん、はい、まあ、これもトレンドライン使ったことある方なら、まあ、誰しも経験するとは思うんですけれども、はい、まあ、トレンドラインがあって、まあ、こういう形でトレンドが発生していくんだろうなっていう認識をするんですけど、はい、こういう横ばいの動きになっちゃうと、ありますね、はい、でそうすると全然このトレンドラインが反応しないんですよ、はい、この辺では反発したけど、うんうんうん、この辺だと全然反発とかしないし、そうですね、抜けても下落もしないし、はい、みたいな、まあ、なので、こうなってしまうとやっぱりトレンドラインというのは使えなくなってしまいます。確かに。で相場っていうのはよく、まあ、横ばいの動きになりますね、うんうんうん、はい、まあ、その時期によって、はい、相場が活発な時であればしっかりトレンド出ます、はい、出ますが、うん、相場が活発じゃない時、うん、はい、っていうのはやはり上にも下にも行かずに横ばいになってしまう、うん、はいはいはい、例えば、まあ、イースターとかはかなり、はい、もうその1日全然動かないとか、あっていうことがかなりあるんで、うんうん、はい、まあ、そういう日はトレンドライン全く使えないです。確かに、はい、なんかトレンドラインを引いてて、あ、なんかずれたからと思ってトレンドラインを引き直してもまたずれていってて、結局そのトレンドライン使えないっていうことも結構あったりしますよね。そうなんですね、うんうんうん、それも難しいですよね、うん、こうレートが進行しましたと、うん、でもう一回トレンドライン、ここが安値になったからトレンドラインもう一回引き直そうみたいな、うん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 、でまたレートが進行してちょっとはみ出た、そうそう、いや、よくあるよくある、でまた下げてまた引き直さなきゃみたいな感じ、はいはい、で結局どれが正解なのかみたいな、確かにってことになっちゃうわけですね、うん、はい、で基本的にこれ何回も引き直さなきゃいけないようなラインっていうのはあんまり良くないというか、うんうんうん、そうですね、良くないですね、はい、引き直さなくてもいいというか、このぐらいはみ出たぐらいだったら別に引き直さなくてもいい、良くなる方法があります、うん、はい、ので、はい、後ほど、解説させていただきます、はいはい、まあ、そんな感じで、まあ、トレンドラインの欠点の解説でございました、はい、で、まあ、今回はこの欠点をですね、うん、補うための、まあ、考え方だったり、テクニックだったり、この後チャネルラインとかフィボナッチチャネルと
出てくるんですけど、まあ、それらを使うことによってこのトレンドラインのこの3つの欠点を補うことができますよっていう話をこれからしていきます、うん、はい、はい、ということで次はトレンドラインで勝率を上げるためにはですね、はい、はい、まあ、こちらに書いてある通りですね、うん、まあ、水平線を併用する、うん、でフィブナッチリトレースメントでエントリー決済ポイントを見極めるということで、はい、あ、これは前回に出てきた水平線とフィボナッチですか？そうですね、はい、うん、やっぱり、トレンドラインだけでトレードするってなるとやっぱり、はい、さっき言ったように騙しが多かったりとか、はい、まあ、結構、難しかったりします、うん、はい、でやはりですね、まあ、水平線とか、うん、まあ、フィボナッチラインとかこの横軸、まあ、価格帯の、うんうん、軸、はい、水平のこの角度がないもの、うんうん、そちらの方が、まあ、エントリーポイントも分かりやすいですし、うん、まあ、決済ポイントも分かりやすいです、はい、まあ、なので、その方がまあ勝率は上げやすいです、ね、うんうん、勝率が上げやすいということでトレンドラインだけでトレードするよりも、水平線とフィボナッチリトレースメントを使った方が勝率が上がりますよという話ですね、うん、でこの水平線の使い方とフィボナッチリトレースメントの使い方というのは前回の動画でかなり、はいはい、しっかりと解説させていただきましたということで、まあ、そちら見ていただければそうですね、まあ、いい感じになると思いますね、はいはい、でしかもあの前回の、話っていうのは僕自身の個人でやってる YouTube チャンネルでも話してないような内容を話させていただきましたので、はい、初公開ですか？そうですね、はい、それは貴重ですね、ぜひぜひ、はい、オンラインサロン、僕がやってるオンラインサロンの中では教えてた内容なんですけど、うん、はい、まあ、それなので、まあ、有料ですね、有料級な情報をちょっと CXR チャンネルの方で出させていただきます、はい、ありがたい、ありがとうございます、はい、それはそれは、まあ、なので、はい、まあ、ただで見れるんで、はい、今まで僕が、オンラインサロンの、参加費を 払わないと見れなかったものをただで見れますので、うん、ありがとうございます、勉強していただいて、はい、で、エントリーから決済まで教えてますので、うん、まあ、そちら使っていただければと思います。じゃあそれを身についた上でってことですね。そうですね、はい、はい、で、まあ、トレンドラインでトレンドを認識して、うん、まあ、水平線も、水平線とフィボナッチリトレースメントを併用することによってさらに勝率が上がってくると思うので、うん、はい、まあ、なので、まあ、今回の動画と前回の動画見ていただいてさらに勝率を上げるみたいな、うん、まあ、こういう形で、皆様に、勝っていただきたいなということで頑張って解説してます、はいはい、で、まあ、今回は、まあ、フィボナッチチャンネルっていうのも、うん、使って、まあ、それでトレードする方法とかも、うん、教えていきますので、はい、まあ、今回の動画だけでも結構ためになるとは思いますので、はい、はい、で、まあ、次が、はい、チャンネルラインでライン分析の精度が上がる理由ですね、はいはい、トレンドラインだけではやっぱり、まあ、欠点があったりとか、まあ、引くポイントが難しかったりとか、うん、っていうのがあるわけですけれども、チャンネルラインを使うことによってさらに、トレンドの認識の、精度が上がったりとか、うん、でチャンネルラインは、まあ、水平線とか、はい、トレンドライン1本ではなく、まあ、2本、うん、3本、はい、まあ、平行の斜めの線が表示されますので、うんうんうん、まあ、ボラティリティですね、うんうん、まあ、動く値幅、どれだけ相場が動くのかっていうことも認識できます。確かにしっかり下限と上限がもう可視化されるっていうところですもんね、はい、なのでしっかりと使えるようになればこの後どのくらい動くのかっていうことも予測できるようになってきます、うんうん、はい、で、まあ、MA とか BB って書いてありますけどボリンジャーバンドですね、うんうん、MA 移動平均線とか BB ボリンジャーバンドとかオシレーター系などのインジケーターよりも安定した相場分析ができますと、うんうんうん、はい、まあ、これが、まあ、やっぱり、トレンドラインだけでなくチャンネルラインを使った方が、うん、まあ、ライン分析の精度が上がりますよということで、うん、はい、まあ、なのでここからはですね、はい、チャンネルラインの使い方を、はい、皆様に教えていきたいなと思います、はいはい、でということで、はい、まあ、このチャンネルラインでライン分析の精度が上がる理由についてより詳しくちょっとこれから説明させていただきます、うんうん、はい、でまずですねトレンドの認識の精度が上がるとは何なのかということですね、うん、はいはい、でまずチャンネルラインっていうのは高値と安値にまあラインを当てますよと、うん、はいはい、で当てるポイントが多いですね。トレンドライン1本よりもチャンネルラインの方が、うん、まあ、最低でも2本ありますので、そうですね、当てるポイントが多いです、はい、まあ、なので引くべきポイントが絞り込まれるということですね、うんうん、はい、でまあ、なのでトレンドラインではなくてチャンネルラインを引くことで間違ったトレンドラインを引くことを回避できると
でそうすれば、まあ、ライン分析の精度が上がることになるということですね、うんうんうん、はい、なるほど、まあ、これ、まあ、今ちょっと言葉で説明しましたけれども、はい、チャートを使って、まあ、何なのかっていうのを、視覚的に説明させていただきます、はい、トレンドラインっていうのはまあこうやって、まあ、安値2点引いたりとか、うんうん、はい、でまあ、もしくはまあ3点止められてるようなところをこう引くみたいな、うんうん、っていう形なんですけど、はい、チャンネルラインは平行チャンネルですね、はい、一般的な平行チャンネルを使って、まあ、こうやって安値に引いて、でもう一本出ると、はいはい、でまあ、こういう形です、うんうんうん、まあ、こういう形で平行のラインが出現するということですね、はい、で真ん中の点線は半値の、ここの価格の半分の値幅ということで、まあ、50% ラインという形ですね、うんうん、はい、なので、まあ、最低2本、もしくは3本線が出現するということで、うん、で、まあ、これを見てですね、引くことによって、まあ、どこに引けばいいのか、まあ、ちょっと今3点で引いてますね、うんうんうん、はい、まあ、1点2点3点、まあ、最低でも3点が必要ですよと、はい、でプラスまあこの 50% ラインとかありますので、まあ、このラインとかも見てですね、まあ、こういうところで反発してるかなとか、まあ、ここ一応ヒゲで小さく反発してたりとか、うんうんうん、であとはまあここはまあちょっとぶつかってないですけど、ぶつかってないんですけど、まあ、こういうところで反発したりとか、まあ、こうやって反発して、うんうん、この 50% ラインでも反発してるとかっていう、まあ、こういったポイントを確認することによって、まあ、このチャンネルライン、まあ、トレンドラインのトレンドの認識ですね、はい、このトレンドの認識の仕方合ってるなというふうな確認ができるということですね、うんうんうん、はい、まあ、なのでトレンドライン1本だけよりも、まあ、こうやって複数の線があることによって、反発ポイントを認識することができますので、うんうん、はい、まあ、よりトレンドの認識としては手堅くなってくるということですね、はい、ちょっと一つ気になったのが、はい、この上限はここを意識して見られていると思うんですけど、はい、例えば下限だったら今こことここに今引いてるじゃないですか、はい、これが例えばここじゃダメなのかとか、はい、もしくは実線で引いちゃダメなのかとかっていう議論もあると思うんですけど、倉本さんの場合は一番ワイドなところに引くようにしていらっしゃるんですか？実線というのはローソク足の実線？あ、そうですそうです、はい、はい、そうですね、僕はローソク足の実践で引くっていうのは やらなくて、うんうん、ヒゲ先で引きます、ね、あ、そうなんですね、まあ、ですね、まあ、まあ今簡単にサクッと引いただけなんで、はい、まああれなんですけど、まあもちろん、まあ、ここの安値、うんうん、ここのヒゲ先の安値に合わせる、こっちじゃなくてこっちに合わせるっていう引き方もありですね、うんうん、あ、そうなんですね、で、まあそうやって引いてみるとここ当たってますね、うんうんうん、ここ反発して一旦反発して上昇してるっていう形になってますので、うん、はい、まあおっしゃっていただいたこっちに引いた方がいいですね、あ、はい、なるほど、じゃあ基本的に引くところは実線は全く引かなくてヒゲ先で引くけど、そのタッチしてるポイントが多ければ多いほどそのチャンネルラインはより有効だっていう風な考え方っていう、そうです、なるほど、はい、わ、はい、かりました、まあ、なので、うん、若干こう引くポイントずらしてみて、うん、でよりこういう反発が多いところとか、うんうん、反発が多くなるラインを引くとかっていうのがまあポイントになってきますね、まあ、こういう、まあ、こういうふうに引くことができますので、はい、まあ最初に引いたトレンドラインだと、うん、まあ、こうやって引いてた、はい、それよりはここに、ここの安値に合わせて引いてたわけですけども、それよりはこっちのラインに合わせて引いた方が、はい、もしかしたらこの後ちゃんと機能する、うんうん、こうやって反発したりとかしやすいラインになるかもしれないです、はいはいはい、じゃあその先の値動きを見て引く線を決めると、なので若干今少しだけヒゲが飛び出てると思うんですけども、はい、まあ、それぐらいは全然許容されるっていうことですね、そうですね、はい、うんうん、それよりかはタッチしてるポイントが多い方が重要だっていうことですね、はい、はいはいはい、この辺もなんか真ん中のラインで持ち合いを作ってます、そうですね、はい、まあ、結構まあ、この、うんうん、この3本のラインっていうのは意識されやすいのかなっていうことが、うん、言えるということですね、はい、でまあ、これを見ながらトレンドの方向性だったり、うん、まあ上限とか下限とかっていうのを認識していけるという感じですね、はい、まあ、こんな感じで、まあ、トレンドラインよりもチャンネルラインを使った方がより正確に
認識することができるということですね、うんうん、はい、で次が、ボラティリティや動く値幅イコールどれだけ動くのかの認識もできるということなんですけど、うん、まあ、チャンネルラインは高値と安値にラインを当てるのでトレンドの角度だけでなく値幅も認識できると、はい、でこの後どの範囲で動いていくのかっていう予測がしやすいですよということですね、うん、まあ、こちらも、チャートを使って説明していきますと、はい、まあ、先ほど引いたこのチャンネルラインですね、はい、はい、まあ、これが あるということで、うんうん、まあ、どうやらこれが良さそうなチャンネルかなと今のところですけど、はい、安値のところと、まあ、高値のところということでここの価格帯で動く可能性があるんじゃないかなっていう予測ができると、うんうんうん、っていうのが、まあ、このチャンネルライン、まあ、利点ですね、はい、うんうん、で、まあ、この流れこのトレンドが続くのであれば、まあ、この後もここの、ここまで上昇したら反発して下落したりとか、うんうんうん、で下がって、まあ、ここの延長線上まで下がってきたら反発して上昇したりとか、うんうんうん、はい、っていう予測ができるということですね、うん、はい、でこれもやっぱりトレンドライン1本だけだったらこの認識はできないです、はい、そうですね、はい、確かに上限がどこまで上昇するのかっていうのは分からないです、うん、はい、はい、で、まあ、まず、なおかつ、まあ、真ん中のラインもありますので、まあ、このラインとかで反発したりとかもありますね、うんうんうん、はい、まあ、そういう認識をすることができますので、まあ、やはりトレンドライン1本だけよりチャンネルラインを使った方が、よりチャート分析的にはやり、精度が上がりますよという話ですね、うん、はい、で次がインジケーターよりも安定した分析ができるということで、はい、結構大事なんですけど、はいはい、移動平均線とかボリンジャーバンドとかオシレーター系、うん、はい、どのインジケーターであってもですね、うん、その時その時によってどの時間足でそのインジケーターが機能しているのかっていうのを見極めなければいけません、はい、でそうしなければインジケーターを使ってトレードで勝つっていうことはできないですね、まあ、勝率が安定しないので、うんうん、はい、でなおかつこうどのインジケーターもグネグネ動くと、そうですね、結構そのグネグネした動きに惑わされてしまう、あっていうことで確かに、はい、まあ、初心者がもうそれかなり振り回されてしまう、うんうんうん、ね、っていうことがありますので、はい、でその反面チャンネルラインはこう見極めがしやすくて、はい、まあ、グネグネ動くこともないですし、そうですね、チャート分析とか、まあ、環境認識において、うん、精度の高い分析が行えるようになりますよということですね、うん、まあ、こちらもチャートを使ってさらに詳しく説明していきます、はい、で、まあ、まあチャンネルラインですねを引いた状態ですけど、ちょっとインジケーターを載せてみましょうということで、はい、まあ、ボリンジャーバンドでいいですかね、うんうん、はい、まあ、こうやってボリンジャーバンド引きましたと、うん、はい、一つ載せただけでも今日グネグネしているということで、うんうんうん、まあ見方がわからない人とか、まあ、初心者さんもどこをどう見ていいかそもそもわからないみたいな、うん、まあ、感じになっちゃうと思うんですけど、で、まあ、もう少し、まあ、初心者さん向けの説明をすると、まあ、ボリンジャーバンドじゃなくて移動平均線の方がいいですね、うんうん、ということで移動平均線を表示させてみましたと、はい、これは20ですね、パラメーターが20期間の、はい、単純移動平均線ですね、はいはい、でまあ、移動平均線なんで、うん、まあ、価格の平均値をこうチャート上に表示してくれると、うん、はい、線で表示してくれるというものになりますと、うんうん、はい、まあ、これだけでもトレンドの方向性って、うん、まあ、認識できたりするわけですね、はい、まあ、移動平均線の使い方、まあ、よくある手法ですね、まあ、昔から、まあ、僕がトレード始めた10年前ぐらいから、結構、使われてた手法っていうのがあって、はい、まあ、それがまあその移動平均線に反発したところを狙うみたいなっていう手法がまあ王道な押し目買いとかであると思うんですよね、はい、まあ、こうやって反発したところを買っていくとか、うんうんうん、まあ、こういった反発、移動平均線で支えられているところ、うんうん、こういう押し目を買って狙っていくと、まあ、こういった手法があるんですけど、はい、この手法を狙おうと思った時、まあ、ここでたまたま反発してますけど、うん、じゃあこのあと反発するのかで見てみると、まあ、ここ反発してないと、うんうん、ちょっと抜けちゃってますよと、はい、でその後はどうかなって見るとここでも反発してない、ね、下に抜けちゃってる、はい、うん、で、まあ、このあと下落して今度は売り上値抑えられて反発下落みたいな、まあ、そういう形になってますけど、うんうん、若干こうちょっとはみ出てる、うん、はい、
まあ、ここだったらまあ狙えるかもしれないですね。ここで、MA に反発して下落するっていう認識のもと売りで狙うとか、うんうんうん、でもう一回ここで MA にぶつかって下落するかもっていうことで売っちゃうとこれ負けちゃうと、うんうんうん、みたいな、まあ、ここだったらまあ反、買い支えが効いてるんでここで買ってれば勝ったかなみたいな、うんうん、はい、まあ、そういう形で、まあ、MA を使ったりとかすると思うんですけど、はい、で、まあ、ちょっとやっぱりこうまたいだりとかしちゃう、そうですね、でなるとやっぱり勝率が定まらない、うん、で、MA とか、まあ、ボリンジャーバンドとか、はい、まあ、オシレーター系を使う時に大事なのが時間足を見極めるってことが必要です、うんうん、はい、で1時間足、まあ、こちら1時間足を表示しているんですけど、はい、1時間足で毎回しっかりと移動平均線が機能するっていうことはないんですよね、うんうんうん、やっぱりこうやって反発して下落するときと反発せずに抜けてしまうときと、うんうん、でいろいろあるということで、一番機能している時間足はどれなのかなっていうのを見る、あ、そのパラメーターごとのってことですか、うんうんうん、で今ちょっと2時間足にしてみましたよ、はい、うん、でそうするとですね、反発ポイントが結構いい感じに反発して、あ、結構綺麗ですね、反発して反発して反発してと、うんうんうん、はい、でここでもヒゲ先で反発して下落してると、うんうん、はい、でまあ、ここは反発してないですけど、さっきよりだいぶ騙しが少ないですね、まあ今たまたま2時間足に切り替えてみたら、まあ、こうやって反発、うん、きれいに反発していると、この後もここで反発して上昇するかもっていう状況ですね、うんうん、はい、で僕の予想だとこれ反発しないんじゃないかなと思ってるんですけど、うん、まあ、なぜかというと、はい、同じ動きっていうのは続かないんですね、はい、反発、まあ、この辺だったらしっかりと反発してますよと、ここでも反発してますよ、うん、なんですけど時が経つにつれてこの法則性って崩れます必ず、うん、はい、相場の法則性って必ず変化していくので、はい、時間とともに変化していくので、はい、この2時間足に20期間の移動平均線を表示させたこの、反発を狙ったトレ、反発を狙ったトレード手法がこの後も、今日も明日も明後日も勝ち続けられるかっていうとそれは絶対にないです、うん、はい、どこかで、負けます、うん、はい、まあ、なのでその時その時によってで、はい、今はどの時間足がしっかりと反応しているのか、うん、反発しやすいのかっていうのを探さないといけないわけです。あ、なるほど、はい、まあ、これが、非常に難しいんですよ、はい、で、まあ、もうちょっと、上の時間足を見ていくとちょっとだいぶかなり深い話をしてるんで、うん、ちょっと初心者の方ついていけるかついてこれてるのがちょっと心配ですけど、はい、まあ進めます、はい、でまあ、ちょっと8時間足ちょっと大きめの足にしてみましたよと、うんうん、はい、まあ、こうするとまあ大きな流れですね、大きな流れを MA が移動平均線がこう示してくれてると、はい、で、まあ、一応、まあ、この辺で買い支えが入ってるなと、うんうんうん、MA を、まあ、この辺で上に抜けて、で傾きが MA の傾きがこうやって出てきて、はいはいはい、トレンドが出てきたということで MA 20期間の MA の買い支えが入って上昇した、うんうん、で上昇したみたいな、はい、まあ、そういう形に見えるわけですけど、まあ、この MA を見ながらまあ上昇トレンドを狙っていくっていうのもありなんですけど、まあ、それよりもさっき引いたチャンネルラインですね、そっちを見た方が狙いやすいみたいな、うんうんうん、はい、まあ、移動平均線はこうやってグネグネ動きますけど、このチャンネルラインは一直線に伸びてくれますので、うんうん、まあ、なので、まあ、MA 反発、まあ、この後こう MA が伸びていって、まあ、反発していくみたいな、うん、っていう狙っていく手法でもいいんですが、 MA っていうのは結構グネグネ動いてきますので、グネグネ動いちゃったりするとどこで反発を狙っていけばいいのか分からないと、うんうんうん、ここで反発狙えばいいのか、ここで反発狙えばいいのかみたいな、うん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 、だいぶ難易度が高いと、はいはい、まあ、なんですけど、まあ、トレンドラインとか、まあ、チャンネルラインであれば、まあ、ここのラインの延長線上ですね、中線伸びてくれますので、うんうん、ここまで下がってきたら反発を狙って買いで狙ってみたりとか、うんうん、であとはですね、まあ、このあと上昇して、まあ、逆にここでまあ逆張りしてもいいかなみたいな、反発を狙って逆張りをするっていう方もありますし、うんうん、はい、であとこの真ん中の 50% ラインですね、うん、まあ、ここ
上がって下落して反発を狙うとか、ここの反発を買いで狙ったりとか、うんうんうん、で逆に抜けてからの戻り売りの反発をここで狙ったりとかっていう方法もできるということで、うん、はい。で、まあ、やっぱりそういった、トレンドに沿った反発を狙ったりとか、まあ、逆にまあトレンド転換した後の反発を狙ったりとかっていうトレードをする、まあ、戻り売りおしめ買いですね、まあ、そういうトレードをするのであれば、ぐねぐね動く移動平均線よりもこういった、まあ、チャンネルラインの方が、うんうん、勝率が安定すると、はい、まあ、初心者でもこう惑わされる可能性も回避、減らすことができますし、うんうんうん、はい、っていう意味ですね、はいはい、まあ、なのでインジケーターよりも安定した分析ができますよという話でございます、はい、ということでですね、インジケーター、まあ、移動平均線とかボリンジャーバンドとかオシレーター、まあ、確かに便利ですし、まあ、ちゃんと使いこなすことができれば、うん、まあ、かなり便利で、トレードにも役に立つものなんですけれども、うん、ちょっと初心者には結構難しかったりとか、うん、見極めが大変だったりとか、うん、っていうことがありますよ。で、それよりもチャンネルラインの方が分かりやすくて、安定しますよっていう、まあ、ここまではですね、まあ、初心者さん向けの話でございましたと、はい、うん、インジケーターって勝手に自動で描画してくれるじゃないですか、はい、でトレンドラインとかチャンネルラインって自分で引かないといけないから、確かに初心者さんとしては一番ハードルとしてはインジケーターの方が低そうには見えるんですけれども、実際はそこまで低くなくて意外と難しいっていうことなんですね。そうなんです、確かにね、やっぱりチャンネルラインとかトレンドライン水平線もそうなんですけど、うん、自分で引くのがめんどくさいうんうん、うん、僕もあの初心者の頃とかそうでしたね、はい、うん、で実はこのフィボナッチを僕嫌いだったんで。そうなんですか。もともとフィボナッチ嫌いだったんです。目覚めたんですかどっかで。そうですね、目覚めた。え、ちょっとそのいきさつ別好きになるんですけど、その経緯が。この経緯を話すとちょっと長くなっちゃう。そうですよね。また別の機会どっかで、はい、感じですけど、また聞かせてください。へえ、やっぱりそうですね、まあボリンジャーバンド、はい、まあ、一番僕使ってたのボリンジャーバンドなんですけど、まあ、ボリンジャーバンドであれば、はい、まあまあ、ちゃんと開いたら、ね、うん、自分で引かずに表示してくれるんで、ね、便利だなと思って使ってたんですけど、うん、まあ、結局ボリンジャーバンドだけじゃちょっと勝率安定しないなって、で結局まあフィボナッチ、まあ、水平線とかフィボナッチ使って、で、まあ、チャンネルラインとか使ってやった方が勝率安定するなってことで、うん、やっぱり自分で頑張って引かないとダメなんだなっていう着地しました、はい、そうなんだ、はい、まあ、いろいろまあ使ってみて、まあ、自分に合うもの合わないものあると思うんで、うん、はい、まあ、その中で探していければいいんじゃないかなと思いますね、初心者さんとか、はいはい、で、まあ、じゃあ初心者さんでも引けるようにということで、うん、まあ、チャンネルラインを引くポイントを、はい、これから、紹介させていただきます、はいはい、で、まあ、こちらに書いてある通り、うん、目指す高値安値を、3つ以上見つけると、うん、で半値ラインも見ると、で上昇トレンドでも、安値に引く場合と高値に引く場合がありますよということでございますね、はい、この、上2つですね、目立つ高値安値と半値ラインも見るというのはさっきちょっと、ね、チャート上で、そうですね、はい、そう、ちょっと私が聞いちゃったんですけど、はい、より詳しく、まあ、あれのことですね、はい、で、まあ、上昇トレンドでも安値に引く場合と、うん、高値に引く場合があると、はい、これちょっと文章だと分かんないと思うの で、ね、ちょっとチャートを使って説明させていただきます、うんうん、はい、でさっきはですね、まあ、こうやって、うんうん、まあ、チャンネルラインを引きましたと、はい、でこの場合は安値こことここで高値がここ、うん、で、あとは引っ張って伸ばすと、まあ、こういう形で、まあ、チャンネルラインが引けますよ、はい、で、まあ、これが一番簡単な引き方ですね、うん、安値を、まあ、上昇トレンドだったら安値を見つけて、で2点見つけて、まずは下を引く、うん、で上を高値に合わせると、でまあ、これで、まあ、まあ、この引き方は誰でも簡単にできると思います。はい、でなおかつ、真ん中の半値のラインを見て、でこういうところで反発してたりとか、うんうん、こういうところで反発してたりとか、こういうところで持ち合いを作っていると、うんうん。ということで、まあ、ここの真ん中のラインも意識されてるなということで、このチャンネルラインの信憑性は高そうだなと。この引き方で、結構精度、高いかなと。はい、っていう認識ができると。はい、そういう形ですね。で、でもう一つ引き方がありますよということですね、うん、それがですね、まあ、上昇トレンドであっても安値に引く場合と高値に引く場合があるということで、うん、今、この上昇トレンドに対して安値にまず引いて、で高値をこう合わせたと、はい、っていう形なんですけど、
そうじゃなくて逆、上に合わせると高値をまず引いちゃうと、はい、でその後に安値のここに引くと。ああ、なるほど、はい、なるほど、こういう引き方もあります。うん、はい、なのでですね、まあ、2通りの引き方がありますよとですね。うん、でまあ、こうやって引くとですね、はい、まあ、どういう認識ができるかというと、こう安下がってきた時ここで反発するかもとか、っていう認識ができるわけですね。うん、はい、まあ、もう一つはまあここの反値ラインのとこで一旦反発するかもとか、まあ、逆に抜けたらここで戻れる、短期で戻り入れできるかもとか、はいはいはい、まあ、こういった認識ができる、できるようになるという、まあ、こういう引き方があるということですね。まあ、なので、まあ、同じ上昇トレンドであってもここに引くのか、こことここに引くのか、もしくは、うん、まあ、こことここの3点に引くのか、うんうん、はい、まあ、大きく分けて2通りの引き方があります。それはどういう使い分け方をするんですか？これもですね、うん、やっぱりこうどれだけこう反発してるか、この辺とかで反発してるのかっていうのを見て、はいはい、どっちがいいのかっていうのを、探す必要があります。はい、で、まあ、チャンネルライン使うようになってくると、時と場合によってですね、はい、この引き方がいい場合と、うんうん、上に合わせて引く方がいい場合と、この下に合わせて引く方がいい場合と、うんうん、で結構どっちかに分かれますね。はい、まあ、なのでもうあとはどれだけぶつかってるかっていうのを 見ながら、はい、取捨選択するしかないですね。はい、で、まあ、後ほど出てくるフィボナッチチャンネルっていう、はい、ものがあるんですけど、うん、それだとさらに線が増えますので、はい、でよりぶつかってる反発、ぶつかってるポイントとか反発してるポイントを、認識することができるので、はい、まあ、それを使うとより、まあ、迷わなく、迷いづらくなってくるっていう形ですね。まあ、なので迷ってしまった場合は後ほど紹介するフィボナッチチャンネルを使うといいんじゃないかなということですね。はい、まあ、とりあえず今のところはですね、まあ、こういう2通りの引き分けて2通りの引き方がありますよということですね。はい、まあ、これが、まあ、チャンネルラインの引き方の基本的なところですね。はい、